どうも、ハンサムクロージーです。今日はマクドナルドの美味しそうなやつ買ってきたので食べまーす。はい、マクドナルドの冬といえばグラコロですね。ということで、グラコロとコクうまアンガスビーフボロネーゼグラコロ、そしてビーフシチューパイ、この3つを買ってきたのでいただきたいと思います。ちなみに僕ちょっとメガネをですね、これ変えまして、曇り止めのコーティングをしてるせいでですね、すごい反射するんですよ。すいません、なんかいろいろ反射してたらごめんなさい。でもこのメガネすごい良くて、ここがね、なんちゅうの、折りたためる普通のメガネじゃないですよ。挟み込むタイプ、顔を。しかもめっちゃ軽いメガネです。はい、ということで普通のグラコロから食べてみましょう。こちらが普通のグラコロです。こんなパンだったっけって感じ。なんか網の模様が入ってて、でソースもたっぷり、コロッケにもう下のバンズにまでソースが垂れてて、チラッとですけど卵のソースも見えますね。こちらはですね、エビ入りのクリーミーなグラタンコロッケをキャベツと特製コロッケソース、卵ソースと合わせ蒸しバンズで挟んだ一品です。蒸しバンズです。この蒸しバンズがなんか美味しいんですよね。これは美味しいの知ってるんでねサクッと食べます。いただきます。うん、美味しい。こうやってかじって初めて分かりますけど、結構卵ソースたっぷり入ってますね。すごい、口の中割と卵ですよ。パンがやっぱ美味しいですね。この蒸しバンズがすごい美味しいです。全部この蒸しバンズにしてほしいくらいふわふわでしっとりしててとても美味しいですね。結構卵の味が強いので、なんかグラコロっていうよりもなんかなんだろう、グラ玉、玉グラコロみたいな。でもちゃんとクリーミーで美味しくて、ソースの味もしっかりしていいと思います。なんだろう、別になんかここが悪いとかもないですね。こういうものだなっていう感じだ。美味しかった。ハチハンサム。次はそのパワーアップバージョン、コクうまアンガスビーフボロネーゼグラコロいきましょう。こちらです。じゃーん。パッと見はもうグラコロと変わんないですけど、パッと見はグラコロと変わんないけど、こうやって開けるとね、ここにお肉がもうたっぷり、ひき肉、ボロネーゼがたっぷり入ってますし、ちゃんとこう卵のソースもチラ見えしてます。これって前もありましたっけ。なんか似たようなのあった気がするんだけどな。でもまあなんかあんま覚えてないんで、初めての気持ちで食べようと思います。クリーミーなグラタンコロッケに完熟トマトと煮込んだ粗挽きアンガスビーフボロネーゼを合わせ、蒸しバンズで挟んだ一品です。完熟トマトと煮込んだ粗挽きアンガスビーフボロネーゼ。語呂がいいっていうか、なんていうんですかこれ。フローがいいですね。完熟トマトと煮込んだ粗挽きアンガスビーフボロネーゼ。皆さんパスタは何派ですか？僕はもうずっとちっちゃい時から、ミートソースが好きで、ボロネーゼですよね。ミートソース派だったんですけど、もう最近はもうナポリタンしか全然食べなくなっちゃって。でもやっぱミートソースのひき肉のホロホロっとしたね、お肉たっぷりの感じがね、やっぱ好きなので、こういう感じは本当大歓迎ですね。うまそう。あ、ちょっと匂いいいっすか？あ、めっちゃ、ワインとお肉の匂い。トマトの酸味のある感じも、ワインっぽいな、でも。ワインじゃないか？トマトか？いい匂いだ。ミートソースみたいな匂いです。いただきます。うん。うん。おいしい。なるほど。こちらもたっぷり卵入ってますけど、上のこのボロネーゼのソースとの兼ね合いで、あんまりこう卵感が強くなく、全体的にバランスよく、味が整ってる感じがしますね。普通のグラコロはちょっとソース死に気味だったんですけど、卵とボロネーゼの味、グラコロの味もその分立ってて、3つの味をしっかり感じられる感じがしますね。感じられる感じ、美味しい。
美味しいです。あの不思議な料理ですよね、まあ、ホワイトソースのコロッケにミートソースかけて卵サラダ添えたみたいな、めっちゃ変な料理なんだけど美味しいですねそれをパンに挟んだみたいなことだからね。なんかこのグラコロのホワイトソースがミートソースにこう絡まると、ハヤシライスにちょっとクリームこうかけて食べた時みたいな、なんかそういう不思議な感じの味わいもあって、トマトの酸味もちょい感じつつ、ボロネーゼの美味しさあり、こうパンとパンのね間の中にいろんな宇宙があるって感じでしたね。変だけど美味しいですこれQハンサム。次、これが一番食べたかったビーフシチューパイです。牛肉と野菜をじっくり煮込んで旨味を引き出したビーフシチューをサクサクのパイで包んだ冬にぴったりの温かいパイです。初登場だそうです。アップルパイとかと同じ形式だけど甘くない。アップルパイとかと同じ匂いしますね。油の匂いです。いただきます。うまい。これうまい。こんな感じでぎっしりビーフシチューが入ってます。ごちそうさまでした。大変美味しいです。これはもうあと 2,3 回食べたいです。美味しい。コーヒーとも合いそう。でもスープがいいか。ビーフシチューブラウンソースですよね、多分茶色いソース。ほんのりほのかになんか苦味があるんですよね。その苦味と野菜と牛肉の旨味とコク、これがいい感じに合わさってて、お肉の存在感もしっかりあって、お肉の歯ごたえもあるんです。なのですごくね、ちゃんとビーフシチューだなって、ビーフシチューの美味しさをちゃんとパイの中に閉じ込めて美味しく作ってるなと思いました。僕も別にね専門家じゃないんで、なんか偉そうなこと言えないですけど、でもめっちゃ美味しかった。いくらだっけ、180円。全然安い。360円のうまさです。これは素晴らしい。チューハンサム、美味しかった。はい、ということでグラコロ、ボロネーゼグラコロ、ビーフシチューパイ3つ食べてみました。おすすめは断然ビーフシチューパイです。そうなるだろうとは思ってたんですけど、とても美味しかったです、ビーフシチューパイ。ということで気になる方ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。以上、この動画が良かった方はコメント、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。以上、ハンサムクロージでした。バイバーイ。